여러분 안녕하세요. 저는 아키라 진보입니다. 今回はですね、あのヤマハの新しいステージカスタムというドラムと、DTXという電子ドラムを組み合わせてハイブリッドスタイルのドラミングを皆さんに聴いていただこうと思ってます。じゃあ10分笛一旦開けてみよう。じゃあ場合、チャンネル上に歌ってるよ。場合関係者分들도サイド上にバジョンしてくれよ。10分笛一旦開けてみた。 Many, many years we played together 32 years ago. 32 years. Unbelievable. Still looks young. あの今日はですね、そのハイブリッド・ドラミングのスタイルで、ちょっとすごくこう壮大なシンフォニックな曲をやったり、あるいはすごくダンサブルな曲をやったり、あのドラム一人で演奏してるんですけれども、そのいろんな可能性を感じてもらえるあのパフォーマンスを、お見せできるんじゃないかなと思ってます。 옆에서 뵈니까 겸손하시고 탤런트도 굉장히 너무 많으시고 순발력도 너무 대단하시고 뭐 리허설도 거의 하지 않으셨는데도 한 번만 들으시고 바로 캐치하셔서 연주하시는 거예요. I follow you. Yeah. And cue me every time. 또 잼하시는 것들 보면서 저도 너무 도움이 많이 되고 공부도 많이 됐습니다. 되게 꼼꼼하세요. 네, 굉장히 꼼꼼하시고 하나하나 다 체크하시는 분인데 자신이 준비할 것들은 꼼꼼하게 다 체크하신 다음에 막상 무대에 가서 같이 표현할 때는 훨씬 자유하게 그리고 또 이렇게 이끌어주고 그런 모습이 사실 되게 감동 많이 받았어요. 아키라 진보상이 함께 호흡을 맞췄던 베이시스트가 굉장히 많이 있을 텐데 그들 중에 가장 기억에 남는 사람은 한두 명 정도를 알고 싶고요. 넥슨 게 있어요. Akira is still one of the best drummers ever in the world. I love Akira and love playing with him. だから場合によってはものすごくシンプルに叩いた場合がいい場合もあるし、あるいはそのたくさん叩いた方が曲が入る場合もあるし。 やっぱりその曲なり音楽を聴いて自分のドラミングが初めてその生まれるというか曲音楽を聴いてそこに対してどういうドラミングが一番いいかなっていうことをいつも考えてますね。なるべくスティックはルーズに握って。 それによってそのドラムの自然な鳴りが引き出されます。それからあのヤマハのドラム、ヤマハゲテムとかな。ステージカスタム実は僕は大好きなドラムの一つで、決してハイエンドのドラムではないんですけれども、非常にクオリティの高い、まず ルックスがいいですね。見た目が素晴らしい。そしてサウンドもバーチというヤマハの伝統的な素材を使って、すごくヤマハらしい音がする、使いやすいドラムだと思います。